行くぞ。オラとご飯と一緒に修行しねえか？組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。クリリンたちもどうだ、一緒に。俺はいいよ、無天老師様と自分のペースで修行すっから。そうか。見ろ、何かいるぞ。あれが攻撃したんだ。ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう。だがわざわざ移動することはない。やめろ。貴様。誰もいない場所を作ってやろうと思ったのだが、どうやらここは気に入らないらしいな。ついてこい。二人ともぶっ壊してやる。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。二人とも手を出さないでくれ。こいつらの一番の目的は。なるほど、確かにかなりのパワーアップを果たしたようだな。不思議な技だ。計算した数値をはるかに超えている。だが我々が慌てるほどのものではない。私は当然として19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。何をしても無駄だ。なんという強さだ。あれがスーパーサイヤ人。俺たちとはまるで次元が違う。そうかな。オラも上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人が上をな。始まった。戦っているのはピッコロだ。相手はセルってやつでしょうか。いや、相手の気が感じらんねえ。多分人造人間たちだ。言っても無駄だ。ワン、今のまんまじゃレベルがちげえすぎる。足手まといになりてえか。お父さん、セルが動き始めたよ。今のオラたちじゃレベルがちげえすぎる。ピッコロの足手まといになるだけだ。まだかベジータ、急いでくれ。完全体か、素晴らしい。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。どいつからやるんだ？やはり孫悟空、お前からやるのか。ああ、そうだ。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い！こいつはどうだ？いやー！俺らの本気逃がさん！せよ！強さはよーくわかった。オラはもうやめとく。本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。さあ行け！セルジュニアたちよ。あの岩の上にいる7人が相手だ。恐ろしく強いぞこいつら。くそったれー。みんなすまねえ。こんなはずじゃなかった。よしセルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。殺したければ好きに殺していいぞ。本気でやらしてもらうぞ。もう許さないぞお前たち。オラの本気見してやる。おめえは失敗した。ほら、何をしている。とどめだ。すぐにとどめを刺せ。もうとどめを。まだ早いよお父さん。許さん。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。くそ僕のせいだ。早くとどめを刺しておけば。なんだゴクン。やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイみんな。ゴクンお前まさか。ゴクンここまでよくやったな。ご飯すごかったぞ。お父さん、母さんにすまねえって言っといてくれ。消えた悟空の気が。お父さん。バカそんなやつ連れてくるな。悪いかよ様。ここしかなかったんだ。くしゅー。いつかおめえたちが死んじまったらまた会おうな。バイバイ。